い、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、驚きの速報が今飛び込んでまいりまして、こちらなんですけれどもね、速報、高槻市資産家保険金殺人事件の容疑者、こちらの、容姿ですよね、高井凜容疑者が、逮捕されている留置場内で、自殺未遂を図って、今救急搬送をされて、懸命な治療が行われているということなんですね。びっくりですよね。で、今日この動画をね、きっかけで初めてこのスガッティチャンネルに足を運んでくださった方の中にはですね、まだ生命判断についてあまりまだ理解のない方も多いかと思うし、まあこのような事件を、まあこういったね、動画でああだのこうだのって取り上げるのはよく不謹慎だとか、けしからんとか、そういった意見もよく聞かれるんですけれども、そういった方はですね、こちらの動画、まずはこちらの動画をですね、ご覧になっていただいた上でコメントを書いてほしいんです。書いてありますね。コメントを書き込む前に必ずこちらの動画を見た上でご意見をお寄せくださいって書いてあるんですけれども、今回のね、このような事件を、動画として、占いとして、取り扱うことについて、不謹慎だなぁなんていう意見をコメントしたい方は、まずこちらの動画をご覧になっていただいた上で、この動画のコメント欄でもいいし、あるいは、今回のね、今ご覧になっているこの動画のコメント欄でもいいですから、ご意見をお寄せいただいていいと思います。それではですね、今日の、目次というかね、こういった段取りで、お届けしたいと思うんですが、まずは今入ってきたこの速報の記事ですね、こちらを皆さんと一緒に読み返してみたいかと思います。そして、続きまして、高井凜容疑者の画数を検証。丸三番として、旧姓の画数も検証。そして最後にですね、この被害者女性の資産家の画数も少しだけ検証してみたいかなと思っておりますので、スガッティ門下生の皆さん、最後までお付き合いください。それではですね、一旦画面を切り替えまして、まずはこの丸一番、記事をですね、皆さんと一緒に目を通してみたいと思うんですけれども。はい、それではですね、まずこちらの共同通信さんのニュース、こちらをですね、皆さんと一緒に読み直してみたいと思うんですけれども、大阪で女性殺害容疑の容姿首吊り、警察署内、心肺停止で搬送とのことで、これがですね、22年9月1日の1時9分頃のニュースなんですね。大阪府高槻市で昨年7月、女性会社員を保険金目的で殺害した疑いで再逮捕された、容姿の高井凜容疑者28歳が、福島署の留置施設で首を吊り、心肺停止の重体で搬送されたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。自殺を図ったとみられ、搬送先の医療機関で治療中。大阪府警によると1日午前7時頃、留置施設の居室内で窓の金網に紐のようなものを引っ掛け、首を吊っているのを巡回の署員が見つけた。高井容疑者はこれまでの取り調べの雑談で、逃走を企てていることが疑われる言動や、署員の様子を伺う様子などが見られ、府警は巡回の頻度を増やして監視を強める、特異非留置者というのに指定したらしいんですね。つまり特別扱いで監視を強めていたわけなんですけども、この発見される、数分前には、ご自身の布団の中にね、いるのを、監視の方がきちんと目で確認してるんですけれども、その数分の間に、このようなことをね、起こってしまったということなんですね。それではそんな高井凜容疑者の数列を見てみましょうか。はい。こちらが高井凜容疑者のですね、数列でございます。で、そうやってもね、ニュースサイトなどで調べてみたんですよ。この凜の字が、こちらね、右下が示すの凜の字だったり、予義編みたいなね、凜の字だったり、ちょっとサイトによって、産経がこっちで、読売がこっちでみたいな感じで、どっちの凜が正しいのかわかんないんですけども、これね、いずれにしても15画なので、これによって画数が変わるってことはないので、いいかなと思うんですけれどもね。それと、こちらにね、例数プラス1を、ちょっとわかりやすく、例数プラス1っていう風にね、書いてみました。どういうことかと申しますと、この一文字名とか、一文字名字の方ってたまにいますよね。例えば森さんとか林さんとか、原さんとか、堤さんとかね、一文字名字。あとは、この、高井凜容疑者のように、一文字名の人もいますよね。ゆうちゃんとか、凛ちゃんとか、進むくんとか、ただしくんとかね。この一文字名とか一文字名字の場合はですね、こちらに、見えないけども確かに存在する例数プラス1が、このように、名前足す名前の合計のところだとか、ほら、例16って書いてありますね。あとは、外足す外の外角の部分ですね。外角。外。この輪の字が一文字ですから、内側でもあり、外側でもあるんですが、でも、ここに見えないけども確かに存在する例数プラス1が影響することによって、10足す、外足す外が、この15と1と半々でね、影響してしまうんですよね。それが、この見えないけれども確かに存在する例数プラス1の影響なんです。で、この辺をですね、
半々で鑑定する流派っていうのはあまりなくて、これスガッティ門下生だけが多分このね、考え方を継承してくれてるんじゃないかなと思ってるんですね。例数を加算する流派とかね、例数は加算しないよっていう流派とか、まあそれは半々ぐらいでいるんだけれども、このように例数も、半分ぐらい影響、そして例数じゃない数字も半分ぐらい影響させて、こうミックスさせて鑑定するのはですね、このスガッティが独自だと思ってるんですよね。だからスガッティ門下生の皆さんもですね、このように1文字名っていうのは、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所、7箇所、7箇所の数字が、基地数で揃わなければならない。まあ、とは言ってもね、名字足す名字の合計の場合は、影響しない場合がほとんどなので、いいんですけれども、まあ、とはいえね、6箇所ぐらいが、すべて基地数にしなければならないっていうのは、またね、これが、5箇所だったら、丸1、丸2、丸3、丸4、丸5だったら、これ、確率としてね、3% から 4% ぐらいで済むんだけれども、7箇所になると、これ 0.7% になっちゃうんですよ。もう100人に1人もいなくなっちゃうのね。とても難しい設計になりますので、なるべくだったらこの一文字名字、あ、まあ一文字名字はしょうがないよね。それはやめろとは言えないけども、まあだから一文字名字の人は自分で名付けしたら大体大凶数をどっかにいくつか配置してしまいますから。なので、命名のスペシャリスト、スガッティに必ずね、赤ちゃんの名付けのご依頼をするようにしてください。皆さんの周りで命名のスペシャリストってそんなにいないと思うんですよ。画数がちょっと見れますよぐらいの人はいますけれども、スガッティを超える命名スペシャリストって、スガッティは多分見たことないんですよね。本当に。自分で言うのもなんだけど。なので、必ずね、こんな近くに連絡の取れる範囲にね、スガッティという存在を知ったわけですから、5500円、決して高くないですからね。必ずご依頼するようにしてください。はい。そんな感じで、まあ、例数もね、加味しまして、このような数列になります。そうですね。29画。これはもうカリスマ性があって、パワフルなオーラに包まれた支配者数の29画なんですね。もうカリスマ数という数字で、もうさすがにね、港区のね、タワマンで、ランボルギーニを乗り回してるだけのね、ことはありますよね。しかも、名前足す名前がこれ15画ですから。なおかつ、例数プラス1が加算されまして、16画。この15、16の、これ、アイドル数と言いまして、この数字を持ってると、大体、成功しやすいですよっていう数字が13、15、16。このアイドル数なんですけれども、その13、15、16のアイドル数を複数持つとね、特にその、成功しやすい確率っていうのがまた上がるんですよね。なので、やっぱりね、普通の人がなかなか住めない、家賃30万とかね、50万ぐらいする、港区のタワマンに、ランボルギーニですよ。まあそうですね。新車価格でだいたい多分3000万ぐらいするんじゃないですか。はい。そんなね、ランボルギーニを乗り回せるぐらいの、まあ成功者と言ってもいいんでしょうね。はい。ぐらいまで、行きましたとさ。はい。しかしながらですよ。実はこの数列の画数はですね、この男にほぼ影響していないんですね。なんでかっていうと、この男、まあ皆さんもご承知の通り、その資産家のね、高井直子さんっていう女性に養子縁組で、それで高井という名字に変わったのが最近なんですよね。だから、まあその出生名というのが別に持っていまして、旧姓がですね、こちらなんですね。あ、これ、この写真ですね。このランボルギーニにね、こう腰掛けてちょっと調子ついてる写真ですよね。はい、黒のランボルギーニでございますよ。おそらくタワーマンのこれが地下駐車場かなんかなんじゃないですか。でね、葉巻なんかこう吹かしちゃったりなんかして、ちょっとやっぱりカッコつけてますよね。で、画数というのはですね、確実に影響するわけなんですけれども、運命っていうのは、運ぶ、命って書きますよね。だから、持ち運びが自由なんですよ。じゃあ、どうやって持ち運ぶかっていうと、まあ、もちろん心がけとかでね、あ、こういう病気になりたくないなとかね、そういう占い結果を知ったならば、心がけで占いをいい意味で外らせるようにね、持ち運ぶ、意志の強さでね、それも運命だし、あるいは、ご結婚とか、このように養子縁組などで、名字が変わったりなんかすると、画数が変わりますよね。画数が変わることによって運命が変わるんです。人生のストーリー、そのシナリオがですね、こちらのシナリオからこちらのシナリオに運命が持ち運ばれる。それも運命なんですね。だから、まあご覧になってるね、視聴者の方の中に、おそらく女性の方、過半数、いらっしゃると思うんですけれども、ご結婚するとさ、大体女性の方って名字が変わること多いじゃないですか。そうすると、運命がガラッと変わりますんで、まあいい方向にね、変わればいいんだけれども、悪い方向にも運命って持ち運ばれちゃいますから。だから、まあね、今の彼氏と結婚したらどんな人生後半になるんだろうかとかね、そういうのをスガッティチャンネルで、結婚する前にね、知っておくことが必要なんじゃないかなと思うんですね。で、この男も、こちらのね、画数に変わりました。
それによって何年ぐらいこちら名乗ってるのか知らないけれども、だいたい名字が変わって2年半から3年ぐらいかけてゆっくりフェードインフェードアウトする感じなんですね。だから多分ね、もう3年ぐらい経ってるかと思うんで、もうこちらの数列にね、切り替わってる頃かとは思うんですけれども、でもね、運命とは違って持ち運びにくい宿命っていうのがありますね。その宿命っていうのは宿す命って書くんですけれども、この日にこのお名前でこのように命を宿したことによって、その人その人のね、人生の大体のあらすじが決まってくる。つまり宿命数というのはこちら出生命の方になるんですよね。だからこの松田凛のシナリオで、この人はもう30年間ぐらい、20何年間かな、28歳ぐらいまでいたのかなね。だからもう28歳ぐらいまでに大体人格って形成できるでしょ、体質も大体できますよね。で、性格もできますよね。だから出生命で大体その人の人生のポテンシャルとか、向き不向きとか、そういったものがバチッと決まるんですね。でもその後、例えばね、ご両親の離婚再婚とか、このように養子縁組とか、あるいはご結婚とかね、離婚とかで名字が変わったりなんかすると、運命が持ち運ばれて、台本がハッピーストーリーに変わったり、あるいは悲劇のストーリーに変わったりするんですね。この高井凛容疑者の場合は、もうこれはね、もうカリスマ数ですからね、間違いなくいい方向に持ち運ばれたわけなんですけれども、とはいえ、もっと生まれた数字がね、こちらですから、まあ、こちらっていうのは何かっていうと、こちらっていうのは何かっていうと、この総角28角は実績を評価してもらいにくい空振り人生で、妊娠出産育児にトラブルを抱えて子孫繁栄を阻止される絶家数という数字なんですね。絶家ってちょっと聞き慣れない言葉ですけれども、まあ字を読めばわかりますよね。お家断絶っていう意味なんです。だからこの男も養子縁組ね、された頃はまだ結婚してたんですよね。奥様がいらっしゃったと。で、どうなんだろう、子供もいたのかどうか知らないけども、結局のところ離婚してしまったそうです。で、離婚したことによって、仮にね、お子さんがいらっしゃったとしても、やっぱり親権は離婚された元奥さんの方がね、親権は持ってたんでしょうし、まあ養子縁組に行っていますしね、高井さんとの間では、まあお子さんはまだ授かってないでしょうから、まあ子孫繁栄確実にね、これによって途絶えさせられましたよね。しかも、このようにね、この28角っていうのは、お家断絶の数字ですから、その生まれ育った、そのお家のね、血筋とか、あるいは女性の場合だと、嫁ぎ先の、その男性系の DNA とか、そういったものを絶やす、そういった働きがあるわけなんですけれども、まあ、この松田凛くんもね、親御さん、そんなこととはつゆ知らず、凛なんてかっこいい名前じゃないかなんつって、28角の凛の、名前を名付けてしまいました。はっきり言って、この凛っていう一文字名は、これ悪くないんですよ。一文字だとしても15画だし、零数プラス1が影響したとしても16画で、どちらもアイドル数、超大吉数なので、名字との組み合わせさえ良ければ、この凛っていう一文字名は、すがっていうはありなんじゃないかなと思ってるんですね。だけれども、いかんせん、この松田っていうね、名字との相性が悪すぎた。それによって、この松田っていうね、名字の、まあ、成果ですよね。生まれ育った家の松田の名字を、捨てて、で、高井っていうね、お家に養子縁組したことによって、それでもまたね、松田姓を途絶えさせるっていうね、働きがありましたよね。だからこの男は何度も絶景に出会ってるわけ。それぐらいね、この28角っていう数字は本当に怖いんですよ。もう自分かその次の代で、もう必ずと言っていいほど、子孫繁栄がストップしてしまうっていうような恐ろしい数字ですから、もう男性も女性も絶対に持ってはいけない。そういう超大凶数でございます。そしてね、まあこの度逮捕されたことで前科一犯になりますから、まあその後結婚できるかって言ったらなかなかできないでしょうしね。もう DNA 絶対耐えしますよね。で、まあ今この動画撮影してる時点ではですね、実はまだ心肺停止の状態で治療中なんですけれども、おそらくね、もう心肺停止、もう心臓が止まった、呼吸も止まった状態で、搬送されてますから、まあね、治療の回があって、まあ、一命をなんとか取り留めたとしてもですよ、おそらく脳障害とかね、そういった後遺症が、きっと大きなね、後遺症が残るでしょうからね、まあ再婚は難しいと思うんですよね。でね、なおかつ今回の事件が仮に万が一、無実のね、冤罪だったとしても、やっぱり印象悪いですから、なかなか再婚は難しいと思うんですよね。やっぱり絶景ですよね。で、まあね、この自殺未遂を図ってしまったわけなんですが、治療の回虚しく、まあ命がここで、まあ終わってしまったとしたら、やっぱり絶景で、まあここでまた DNA が途絶えましたよね。もう本当にね、この28っていう数字は呪われてるんですよ。だから、絶対に名付けちゃいけない。総角はもちろん、この辺ね、内角とか明角とかこの辺にも名付けちゃいけない。でも、名字足す名字の合計とかはしょうがないけれども、これは変えらんないからね。28角の名字なんですけど、どうしたらいいですかなんつってどうしようもないんだけども、もうそれ以外の箇所。
4箇所には絶対に名付けてはいけない、絶対名付けてはいけない大凶数でございます。そうですね。そして内角ですね。これが人生ストーリーの軸となる内角なんですけれども、この位置にはね、何事も全て水の泡にしてしまって、それまでの努力や実績が無になり、何度も、ゼロのね、振り出しに逆戻しされてしまう。まあ、リセット数ですから、まあ、ここには仕事運って書いてありますけども、先ほど言ったように、これ人生ストーリーの軸なんですよ。もう、この20角を軸に、そして28角がベースになって、ストーリーが形成されますのでね。だから、まあ、仕事もね、この男、28歳までに3回転勤してるらしいんですよね。転職っていうのかな？転職か。転勤じゃないね。はい。まあ、大手コンサル会社から、あとは外資系の保険会社から、あとはベンチャー系の金融企業とかね、3つぐらい職業を転々としてるらしいんですよね。このように、20角の数字っていうのは、まあ、仕事運にあったりなんかすると転々と、して、なかなか仕事が長続きしなくかったりね。まあ、もちろん双角もそうだし、明角もそうだしね。あとは結婚関係もリセットしますよね、やっぱりね。あとは親子関係、松田の、実のね、親との関係性もリセットされたし、養子縁組に入った義理の母と言っていいんでしょうかね。高井直子さんですか。この度にね、犠牲者になってしまいましたが、その方との関係性もリセットになってしまいましたし、そして、自らの人生も、リセットしてしまったということなんですよね。もう人生そのものを無にしてしまうような、こういうね、厄難短命の数字だったりもします。さらにはですね、その厄難短命ということで言うと、この度のね、留置場内での出来事を予感させるかのようなキーワードがここにありますよね。この人、まあ、あくまでも容疑者ですけれども、容疑者としてね、こういった容疑者で今逮捕されているところです。そして自らもこういうことになってしまいました。おそらく留置所内でこういうことになってたと思います。これによって、これを起こしてこういうことになってしまいましたね。そしてね、こういったキーワード、ほら、ここにもあるでしょ？こういったね、キーワードを、やっぱね、何箇所も持っちゃダメ。もちろん一箇所もダメですよ。一箇所もダメだけど、これっていうのはさ、零数プラス1が外足す外に影響してしまったからこそ目を覚ましてしまうんですね。この嗅覚。この嗅っていうのは、ここにもあるけども、嗅系列ね、19、29。この嗅系列ね、複数持つと、非常にね、心配っていうか危険なんですよ、本当に。この精神異常をきたしてしまうような感じの数字なんですね。感情の起伏が激しくて、ここに書いてあったかな？ほら、感情の起伏が激しいとかってね、書いてあるでしょ？ちょっとね、精神異常をきたしちゃうようなね、ちょっと心の病気みたいな、起こしてしまうような数字なんですよ。非常にね、嗅系列の影響を色濃く、継続してますよね。こちらの名前になってからもね。はい。そしてこの14と9の組み合わせとか、7系列との組み合わせとかは悪いんですけれども、まあ、7系列持ってないけども、まあ、4系列とのね、組み合わせによって手を出してしまうんです。例えば手を出すってどういうことかっていうと、万引きとかさ、痴漢とかさ、こうほら、理性、前頭葉のね、理性が、ちょっとこう、ロックできなくて、こう、なかなかこう、なんていうの？暴発しちゃって、あ、お尻触りたいなと思ったら、こう、行動しちゃって手出しちゃうっていう数字なのね、14角っていうのは。だから、まあ、ここには影響していませんって書いてありますけれども、こういった19とか9とか29、こういった9系列とのとても色濃く影響した組み合わせによって、まあ、この14角とのね、このつい手を出してしまうっていう行動をこう我慢できないっていうね。だから万引きしてしまう。あ、このバッグ欲しいな、このチョコレート欲しいな、いや、ポケットに入れちゃえとかね。いや、お腹の中入れちゃえとかって言って万引きしちゃうとか、あ、お尻触りたいな、ペロッとお尻触っちゃうとか。あるいはね、この度本当に、まあ一番してはいけない、こういうことをしたんじゃないかっていうね、容疑で逮捕されてますけれども、まあ、保険金欲しいな、いや、こうすれば入ってくるんだろうとかって言って、つい手を出してしまう、そういうシナリオが、もう、手に取るようにね、見えますよね。ところが、まあ自分のしてしまった、そういったことがね、ちょっと落ち度があって、結束バンドをしたまんま、お風呂場にね、放置してしまったりなんかして、で、逮捕されて、で、こういうことになってしまったわけなんですけども、で、この短命数ね、これ複数持たないようにって、もうもちろん1個もダメだけども、9も短命、20も短命、あとね、28も短命数です。自分も短命だし、お子さんも短命になってしまうっていうような数字なんですね。そういった数字をね、複数持ってしまった結果、このような、結果になってしまいました。本当に、台本通りのね、ストーリーを悪い意味でね、歩んでしまったかなという感じですよね。そしてね、極めつけなんですけれども、この3系列ね、2つ持ってます。13、23。これは必ずしも悪い数字じゃないんですよ。いずれも大吉数だし、これなんか13、15、16ってさっき冒頭で言った、アイドル数言いましたね。13、15、16を1箇所でも持ってると成功しやすい。それを複数持ってるとさらに大成功しやすいっていうのが、この13、15、16のアイドル数なんだけれども、この松田凛くんはですね、13、15、16ってトリプルパワーで持ってるんですよ。
だから、やっぱりね、一度は、こういった、タワマンで、ランボルギーニを乗り回すぐらいのね、これ、やりたいっつったってなかなかできることじゃないですからね。まあ、ここまで行けば一応、まあ、成功者と言っていいんでしょうけれども、やっぱりね、こういった20と28の組み合わせ持っちゃいますとですね、その成功は長続きは絶対にしないってこと。で、さっき言ったようにね、この13、23、これが、スガッティ門下生だと、ちょっとわかるかなと思うんだけれども、これ、首から上が、要注意の健康運ですよね。はい、首から上。つまり、この度ね、留置所内で紐のようなものを金網にね、こうくくりつけて、で、自分の首をね、吊ってしまって、このようなことになってしまったわけなんですけれども、まあ、この13、23、このように、下一桁3系列を2つ以上持つとですね、まあ、首から上の怪我や病気ということで、まあ、今回みたいなこういう場合もあるし、あるいは、まあ、病気の場合だとね、脳梗塞とか、心筋梗塞とかね、あとはね、視力の低下とか、耳鼻咽喉科系とかね、その辺だったりするんですね。例えば過去にも3系列2箇所以上持ってて、首から上で、こういうことになってしまった有名人だと、三浦春馬さんとかね、いましたね。はい。まあ、こんな感じで、もう本当にね、出生名の、まあ、台本通りのね、シナリオを、歩んで、そして、まあ、まだ心肺停止だからどうなるかわかんないけれども、おそらくね、こういうことになってしまうんじゃないかなというような、本当に名前ってね、大事だなっていうことがわかりますよね。なので、まあ、この度ね、こういった男を養子に選んでしてしまった高井直子さんでしたが、まあ、高井直子さんもね、こういった12と14のコンボ、この辺もね、絶対に持ち合わせてはいけない組み合わせなんですけれどもね、あ、13持ってるもん同士の類友なんですね。だから、まあ、この方もね、まあ、窒息死でしたけれども、首から上なんですね。窒息、まあ、呼吸ですからね。そして、ほら、呼吸疾患と、まあ、こういったね、首から上の数字の組み合わせで、そういうことになってしまったんですね。だから、この双角25角は生命力の数字ですんで、昨日まであんな元気だったのに、こういうことになってしまうっていうようなね、シナリオだったりするわけなんですね。まあ、こういう男を選んでしまったがために、まあ、ちょっとね、不幸な、人生の最後になってしまいましたが、高井直子さんのご冥福をですね、心よりお祈り申し上げたいと思います。今日はこういったところでしょうかね。はい。まあ、本当にお名前って非常に大事ですから、皆さんの身の回りでもですね、例えばこれから結婚しようとしている若いカップルがいるとかね、あるいは赤ちゃんを妊娠控えている若いママさんがいるとかね、そういった身近にね、方いらっしゃいましたら、ぜひ、画数って大事ですから、スガッティチャンネルを教えてあげてやってください。占いの申し込み方法はですね、こちらの QR コード宛てにですね、お問い合わせください。そして画数に関するご質問とか、あとはこの占いの動画に関するご意見などはコメント欄の方にお寄せください。そして見終わりましたら必ず忘れずチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。Na na 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 na